こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ちょっとだいぶ前にリニューアルされたプラレールになるんですけど、プラレール JR 九州湯布院の森になります。でですね、こちら2016年2月にどうやらリニューアルされたようです。こちら見るとシャーシも最近のシャーシになってるみたいなので、結構いいなと思って買っちゃいました。ではですね、詳しく見ていきたいと思います。でパッケージはですね、まあ、こんな感じで、すごくね豪華っていう感じしますね。そして、まあ、こんな感じで、であとこちらに湯布院の森のことが少し書かれています。でこちらですね、あの前々から欲しかったんですけど、なかなかおもちゃ屋さんにも売ってなかったんですよ。普段行かないおもちゃ屋さんにたまたま行ったら売ってあったので買ってきました。はい、では行きます。おお、プラ列車カード、プラ列車カード、はい、ではまずはプラ列車カードです。 JR 九州湯布院の森、平成3年3月に登場した博多湯布院別府間を走る人気のリゾート特急で、平成15年3月にはリニューアルを施しました。室内にはサロンやビュッフェがあり、床には木材を使用するなど、とても落ち着いた雰囲気になっています。だそうです。はい、ビュッフェって何？ビュッフェって何？ビュッフェ？ビュッフェ？ちょっと待ってください。ビュッフェって何なんですか？ビュッフェの意味分かりました。ビュッフェとは、立食の食事？まあ、立って食べるっていうことですかね。そして、セルフ方式の食事ということで、どういうこと？ちょっと分かりにくいですよね。バイキングとはちょっと違うのかな。うん、よく分かんない、すいません。もういっか、もういっか、よく分かんない。ビュッフェとか難しいね。サロンってな、あー、これはかなり、うん、おっとっとと、かなり綺麗なプラレールじゃないですかね。はい、こちらが先頭車になります。先頭車はこんな感じになっています。あー、かなり綺麗な塗装になってますね。まあ、こんな感じで、まあ、特にですね、この正面、すごく綺麗に塗り分けられてると思います。かなり出来のいいプラレールじゃないでしょうか。そして、まあ、この横、あの文字もね、ちゃんと綺麗に出てますね。で塗装も変な色ムラもなく、まあ、ちょっとねここにあの傷はありますが、まあ概ね綺麗な感じがします。では電池入れます。電池は単三電池1本になっています。よし、ちゃんと新しいフレームですね。では回してみます。まずはロースピードです。そしてハイスピード。では次は中間車見ていきます。こちらが中間車になります。こちらもかなり出来がいいように思います。塗装も綺麗ですね。そしてここに別府と書いてあります。では最後後尾車見ていきます。後尾車はこんな感じになっています。いいですね。ほんと塗装が綺麗ですね。この緑っぽくて、でちょっとね、このラメの入ってる感じ。これがまた非常に美しいです。よし。はい、できました。こんな感じになります。ほんと高級なリゾート列車という感じはしますね。よし、じゃあコース作ります。ではですね、湯布院の森行きます。よいしょ、まずはロースピードで行きます。はい、あー、いいですね。非常に綺麗な車体ですね。
ですね。では次はハイスピードでいきます。あ、逆だったはい、いきまーす。よっしゃ、おほほほほ、早いですね。ちょっとハイスピードは日本の森には合わないですね。でちょっと炒めて、やっぱロースピードでいきます。はい、うん、ちょっと火の方がいいですね。止めます。はい、いかがだったでしょうか。まあこちらの湯布院の森なんですけど、まあ塗装も綺麗ですし、まあ成形もしっかりされてますし、かなり出来のいいプラレールじゃないかなと思いました。特にどこが悪いってことは全くないですね。ということで、今回は JR 九州湯布院の森を紹介してみました。またね、いつかいつかはこの湯布院の森乗りに行きたいなと思ってるジョージ石原です。ありがとうございました。